about to leave. Already packed.こんにちは、永田です。今回はチットチャットを久々にやっていこうと思います。おやと思った方もいるかもしれないんですが、今回は裸眼でやってみました。で、私はそんなに目が良くないのでクリアコンタクトは入れてるんですけど、裸眼で今回はやっていこうと思います。最近買ったコスメとかを使ってメイクしてるので、最後まで見ていてください。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ早速始めていこうと思います。まず最初にメイベリンのドリームワンデイメイクアップベース01番ナチュラル、こちらを使っていきます。この下地は本当に乾燥しすぎないしテカリすぎないし、めちゃくちゃちょうどいい下地です。この間あの映画を見ました、ダンケルク。ダンケルクを見て、でスパイダーマンもワンダーウーマンも見たいんですけど、なかなか見に行けてなくって、いつまでやってるんだろう、今度見に行きたいな。ダンケルクは想像以上に時系列が難しくって、結構ずっと頭を働かせながら見てました。私は MX4D で見たんですけど、結構すごい、あれはブブブブブブブって揺れるし、風とか水しぶきとかも来るし、戦争ものだから砂ぼこりとかがすごいんですけど、砂ぼこりっぽい匂いとかがするんですよ。それがなんかくっそってなったりとか、水しぶきめちゃくちゃ来るじゃんみたいなシーンとかも結構あって、なかなか面白かったですね。はい、こんなもんでいいかな。ボビーブラウンのスキンファンデーションクッションコンパクト SPF50 の04番、ライトトゥーミディアム、こちらを使っていきます。このパフを今で洗ってる最中なので、今回はこのスポンジで塗っていきたいと思います。全体に塗っていきます。私のファンデーションの好みは適度にカバー力があって、適度に潤い感のあるファンデーションが好きなので、あんまりカバー力がありすぎてマットになっちゃうものはそんなに得意じゃないんですよね。なんか逆に化粧崩れしちゃうような気がして、あんま得意ではないです。ボビーブラウンのスキンセラムコレクターとスキンセラムコンシーラー、それぞれピーチビスクとサンドというカラーを使っていきます。1対1で混ぜて使っていきます。これは本当にお肌に馴染んでくれるので、とっても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 気に入ってます。一人暮らしを始めて、またご飯の話になっちゃうんですけど、無印良品のカレーめちゃくちゃ美味しいですね。びっくりしました。なんかでもやっぱりレトルトばっかりだと野菜が取れないから栄養価はないんですが、冷凍しておいたご飯を解凍してレンジでカレールーをチンして食べるっていう、めちゃくちゃ楽な晩ご飯、一人暮らしの味方ですよね。でもやっぱりあればっかりだと飽きちゃうけど、もうどうしても疲れた、今日は無理っていう日とかにやっぱりいいなって思います。私の家の冷蔵庫は冷凍庫があんまり大きくないので、冷凍をたくさんの量できないっていうのがすごい致命的なんですけど、次もし冷蔵庫を買うタイミングが来たら冷凍庫大きいやつにしようってすごい思います。冷凍庫大きかったら餃子とかもたくさん作って保存しておけるからいいなと思います。私すごい餃子好きなんですけど、餃子家で食べたいと思ってもなかなか作りすぎちゃったりとかするから、なかなか作れないですよね。わかるわかる。3アルティメイトダイヤフェネスルースパウダーのグロータイプ02番を使っていきます。お粉は最近もうずっとこれ、とっても使いやすい。ちょっと今回つけすぎたかも。フィジシャンズフォーミュラのバターブロンザー、ライトブロンザーを使っていきます。ほんと顔が、ここがね、私すっごい出っ張ってるの、ここがねめっちゃ出てるから、これを削りたくって、なんかここが赤い。エクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD02 番を使っていきます。眉毛ね、なんか私眉毛が元からしっかり生えてて、しっかり広範囲に生えてるので、穴ぼこ開いちゃってるところを埋めるだけなんですが、なんかこれだとメイクによって眉毛の雰囲気変えたりできる人いるじゃないですか。私それができないからすごい嫌だなって思います。左右で眉毛の形が違うのもコンプレックスの一つ。まあ、なんかしっかり生えるなら生えるで、もう整えなくてもいい、描かなくてもいいぐらいの眉毛になりたかったなって思います。描かなくてもいいぐらいの眉毛ではないから。私は次はハイライト、エトフォスミネラルハイライトクリーム、こちらを使っていきます。指にとってこの辺、この先、この辺、そろそろネイルを変えないとやばい。
マキアージュドラマティックスタイリングアイズ OR303 番使っていきます。ではまずこの白いベースカラー塗っていきます。なんかね、これパウダーファンデーションみたいな感じなんですよね。感じまぶたのくすみを取ってくれるカラーだと思います。めちゃくちゃ白いやんけ。いや、そしたらこのここのカラーを指にとってまぶた全体に塗っていきます。この真ん中の色をアイホール全体に塗っていきます。気づきましたか？今日は裸眼です。なんか最近友達に目がキュルルンしてるのがしてるのだけが可愛いんじゃないんだよって言われて、はあそうかと思ってコンタクトを外して生活をしています。これをアイホール全体にのせます。すごい可愛い色なんですよね。これ下まぶたにものせていきます。下まぶた映ってなかった。なんか下まぶたやたらキラキラしたけど、すごくない？どういうこと？そしたらまた付属のチップで一番濃い色を取って眉尻に入れていきます。私は目の縦幅を出したいというよりは横幅を出したいので横グラデーションにしていきます。適当に塗ったら指でグラデーションをなじませると綺麗になじみます。左右の差はこんな感じです。こんな感じ。最後に一番キラキラのカラーを指にとって目閉じた時の真ん中あたりにどんどんのせます。そうすると立体感が出て綺麗なまぶたになります。はい、続いてアイラインです。アイラインはこれは新しいものらしくってプラザの先行販売で買いました。デジャブのラスティンファインクリームペンシルアイライナーダークブラウンを使っていきます。こういう感じの楕円形のアイライナーになってます。これすっごいびっくりしたのがテスターで試した時に手の甲にちょっと書いてしばらく置いといたら全然取れなかったんですよ。びっくりしてそのまま買ってしまいました。でこれで粘膜を埋めていきます。裸眼の時はやっぱりカラコンしてる時よりも目力が弱いのでこの下まぶたの内側の粘膜もアイラインで埋めていきます。これはやりすぎないように気をつけながら引いていきます。優しい力でちょっとずつ。こんな感じ。はい、こんな感じ。今はめちゃ目立つんですけどマスカラするとなじむので跳ね上げのアイラインも引いていきます。やっぱりリキッドに比べてピュっていう先の先細り感はやっぱりこういうクリームペンシルアイライナーじゃ表現しにくいんですけどすごい綺麗に描けたかなと思います。はい、じゃあ今日のマスカラはキャンメイクの極太マスカラを使っていきます。すごいボリューム。マスカラするときは集中しちゃって全然喋れない。はい、マスカラ完成です。さあ次はチークです。アディクションブラッシュ23番です。こんな感じの私の気に入りのカラーです。血色感を足す程度。裸眼でやっぱりちょっとカラコンの時よりキュルルン感がないので中央にのせます。じゃあ次はリップ。リップはレブロンのウルトラ HD ジェルリップカラー715番、これを塗っていきます。濃いめのカラーです。深みのあるブラウンレッドっていう感じのカラーですね。完成です。今回はこの間買ったマキアージュのアイシャドウを使ってメイクをしてみました。どうでしょうか。今回は裸眼なのでいつもより印象がきつくなってるかもしれないですが、なんか裸眼メイクのポイントは、人の目の形とかいろんな人によるかもしれないんですけど私は下まぶたの粘膜内側にラインを引くことが裸眼メイクのポイントかなと思います。で多分人の目の形にも本当によると思うんですけど私は目尻の方にラインを入れちゃうと目が小さくより小さく見えてでしかも釣り目なのでキュッとして見えちゃうのが私は嫌なので内側だけに入れました。はい、では少しでも参考になったら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。ヘアセットがうまくいかない。